というわけで、ポルトガル到着しました、ポルトガルリスボン空港ですね。まあ、今回国としては、最終目的地です。ポルトガルが、今回リスボンとポルトに滞在するんですが、まずはリスボン、京都、それから明日はリスボンからポルトへ移動しようと思っているので、まあ、実質京都、まあ、今12時半ぐらいですかね、半日、そして明日もちょっと何時の鉄道になるか分かんないんですけど、チケットを今日買おうかと思います。なので、まあ、丸1日ぐらいですかね、正味、まあ、見たいところだけちょっと観光できればなと思っています。というわけで、ここから、空港からはですね、地下鉄で市内の方に移動していきたいと思います。さあ、今地下鉄の駅到着しましたが、ここの機械でみんな買ってますね。ちょっと僕ね、行き先がよく分かんないので窓口で買おうかと思います。まあ、改札こんな感じですね。無事チケット買いました。今ここ、今エアポート、ここでずっと行って、ここで乗り換えて、ここまで行くそうです。で、ここからトラムに乗り換えろと言われました。じゃあ行ってみます。結構地下までずっと降りていくんですね。これが地下1階、2階、地下3階ぐらいまであるのかな。すごい人の数だ。やっぱ空港だから人が多いですね。これは今ホーム。いやー、地下鉄はテンション上がりますね。ちょっと楽しみです。始発なのかな。人が乗ってないですね。おお、こういう感じなんだ。始発っぽいですね。今レッドラインってやつだったみたいですね。で、今度はグリーンラインに乗り換えます。結構また似たような駅だな。車両は違うんですかね、グリーンラインは。どうなんでしょう。今この駅ですね。今度は車両が青いです。さっきどうだっけ、ドア青かったっけ。じゃあ乗り込みます。あれ短っ。やばいやばいやばい。さあ着きました。なんかあんまり結構さっきと似てる感じかな。動く歩道があって結構長いな。大きい駅っぽいですね。ここから1回地上に出てトラムに乗らなきゃいけません。トラムの番号が分かんねえんだよな。ちょっと調べながら行ってみます。っていうのは、言い忘れてましたが、教会に行こうと思ってるんですよ。あとなんとかの塔ってやつ、世界遺産の2つに行ってみようと思ってます。これも多分これ行きと入るときと一緒だと思うんだよな。ここに、うん、これで通れます。このチケット代金言ったっけな。切符が 1.95 ユーロでした。なんだろう、化粧水かな。1個もらっていこう。1ユーロ、チョコレート、チョコバーが売ってます。なんか多分あれがトラムっぽいような感じがするんだけどな。自信ないけどちょっと行ってみます。こんな感じでした、今の駅の構内。綺麗っていうか大きいっていうか、なんか、お、本売ってますね。
さあ、じゃあ地上へ。いやー出てきた。あ、さっきねちょっと空港着いた時にスコールが降ってたんでね、一瞬雨降りましたけどね。これじゃね、違うかな、バスかな、これどれだろう。おお、でも街並み、 あの辺バス止まってますね。リスボンですよ。まだちょっと分かんないな。お、なんか来た。バスか、やっぱりあれ。ここは地上を走ってる電車もあるみたいですね。かっこいいな、なんか。これバスがいっぱい止まってますが、トラムに乗りたいんだよな。さあ、トラムが1台来ました。多分これだと思う。15番乗れんのかな。いやー間違えちゃった、逆方向乗っちゃった多分。なので戻りますわ。これ今ちょうど海出てきましたね。涼しい、暑かったから気持ちいいわ。はあ、逆側あっちかな。はい、ちょうど来たので乗ります。15番、よかった、ちょうど来ました。到着しました。よかった、無事に着いた。